節電と実行。皆さんこんにちは。今日もマイクライチャンネルのお時間がやってまいりました。今回の動画では電気のド素人が二酸鉄リチウム電池を使えるのか、電気代0円は可能なのかを検証しました。現場の検討士会長、説明をお願いします。二酸鉄リチウム電池って何って方も多いと思います。簡単に言うと、これがあればどこでも電池使えます。持ち運び可能な電気なんです。やーちゃんも YouTube 出たい。40秒でした。くしな。しかもソーラーパネルと接続したら電気料金は0円、節電はもちろん車のサブバッテリー、うなつりの電動リール、お、釣れたキャンプにも電気使いたい放題です。インバーターと接続すればあらゆる家電の電気料金もただ、使い方は無限大ですね。開けます。じゃじゃん。こんな分厚い梱包材に挟まって届きました。かなり梱包作業が丁寧で念入りなのが分かります。安心しますね。こういうのはすごい分厚ですね。このケースの中に入っていたのは説明のマニュアルと、どんなシリーズがあるか、保証カード、ステッカー、ポスターみたいなかっこいいカードが入っていました。このマニュアルの中はこんな感じで日本語で書かれています。私は電気に関するド素人で全くわからないんですけど、このマニュアルさえ読めばなんとかなると信じて頑張りたいと思います。素晴らしい。700年もの間王の帰りを待っていたのだ。ご使用前のご注意。1、5年保証が有効なため Gmail アドレスまでご連絡ください。ステップ1のメールをするとこんな感じで返信が届きます。こういったものって結構大きな買い物なので不安じゃないですか。だから5年保証って結構大きいですよね。ちなみにこれが私がもともと持っていたポタ電、これ2万円ぐらいしたんですけど、2年で壊れてしまったので、やっぱり保証って大事なんだなって思います。飛べない豚はただの豚だ。その点リタイムさんのバッテリーは梱包もしっかりしているし、5年保証なのですごい安心ですよね。黒い石が伝承の通りだ。読めるぞ。スペックを紹介させていただきます。こんな感じになっております。テレビだと約 12.8 時間、冷蔵庫は約 8.5 時間ほど使用できるパワフルな蓄電池です。今回私が紹介するのは100アンペアですが、これの4倍の容量の蓄電池もございます。今まで蓄電池といえば鉛のイメージがありましたが、同じ容量の蓄電池と比較してみても鉛蓄電池よりも軽くて寿命が長い。重さ約 10.9kg、 使用寿命約10年以上、バッテリーは4000から1万5000ライフサイクルと素晴らしい内容になっております。二酸鉄リチウム電池の中にどのくらいの電池が入っているかテスターを使ってチェックしていきたいと思います。用意するのはマニュアル、ボトル、テスター、蓄電池です。方はこのご使用前のご注意っていうのを見れば電気のド素人でも全てわかるようになっています。まずこの絶縁プラグっていうのを回して外します。蓄電池に付属していたボルトを出します。頑丈そうなボルトです。でボルトをねじ込むときはしっかり奥までねじ込みます。反対側もこの穴にボルトを入れます。一応念のためドライバーでもさらにきつく締めていきます。しっかり締めることで端子が発熱してバッテリーを破損する可能性を少なくします。この赤と黒の絶縁カバーをつけていきます。プラスは赤、マイナスは黒、分かりやすいですね。こっちにも色がしっかりついているので、
簡単にはまりました。早速このテスターで中の電池の容量を測っていきたいと思います。私が測りたいものは 12V なので、この 10Ampmax じゃなくってこのね真ん中のところに赤い線をつけて、でこっちに黒い線をつけて測ります。 20V まで測れる設定にしたいと思います。この状態で赤いコードは赤のプラスに、マイナスのコードは黒の、当てて測っていきます。お、測ると 13.19、 しっかり蓄電された状態で届いたということが分かりました。 Amazon で買ったインバータを早速使ってみたいと思います。絶縁キャップを取ります。インバーター側にも絶縁キャップがついているので、これをつまんで外します。でこのネジを外します。インバーターに付属していた線をつけます。でつけるときはプラスから、外すときはマイナスからっていうのが基本的みたいですね。電気系において、リン酸リチウムイオンバッテリーに電線を取り付ける前にインバーターに絶縁キャップを取り付けます。この時に無理やりはめちゃうと線が傷んじゃうので、線を挟まないように気をつけながらはめます。バッテリーに線を取り付けます。電気系統ははめる時はプラスから、外す時はマイナスからっていうのが基本みたいです。リチウムイオンバッテリーについていた絶縁カバーを取り付けます。でマイナスのボルトも取り付けます。で取り付ける時はしっかり奥までねじ込みます。マイナスの絶縁キャップも取り付けます。こんな感じで取り付け終わりました。あとはここからコンセントを挿すと使える状態になっているので、試しに使ってみます。インバーターの電源のスイッチを押します。バッテリーは 100% っていう風に書いています。このインバーターは 2000W のものなので、試しに何か使ってみたいと思います。でこのドライヤーを使ってみます。 700W のパナソニックのドライヤーになります。コンセント挿します。スイッチを入れてみます。あ、使えてる、すごい。これは電気代0円も夢じゃないですね。インバータのレベルをアップすると、エアコンや暖房器具なども何でも使えます。なので本当に電気代0円が叶う時が来ました。素晴らしい、リタイムさんありがとうございます。夢だけど夢はなかった。わー、これは 1200W のドライヤーです。なので結構負担かかると思うんですけど、実験として使ってみます。2人分ドライヤーを使うとこんな感じでファンがしっかりと回って、本体が熱くならないようになっています。冷却ファンは使い終わった後1分ぐらいしたら止まりました。なのでそんなにストレスではないですね。この音もいい感じです。電気代0円、最高。ドライヤーを30分ぐらい使った後にどのぐらいの電力が出たのか調べてみます。え、全然減ってない。12.82 になってます。いろんなことにまだまだ使えるのが分かります。素晴らしい蓄電池です。今回の動画どうだったでしょうか。確実に電気代0円の道に一歩ずつ近づいていっています。今までとは次元の異なる電気対策、実行してまいります。決断と実行。次回は実際にソーラーパネルからリン酸鉄リチウム電池に蓄電し、0円の電気を作りたいと思います。あらゆる家電に実際に使用してみますので、ぜひご覧になってみてください。わー、かっこいい。Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stayFrom the moment that we met
you're worth the wait. Oh, this could be the best thing that I